花坂じいさん。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。ある日おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から白い小さな箱が流れてきたので拾って帰りました。家に戻っておじいさんとおばあさんがその箱を開けてみると、中に小さなかわいい子犬が入っています。二人はとても喜んでシロと名付け、大層かわいがりました。シロは食べた分だけみるみる大きくなりました。ある日おじいさんが山へ芝刈りに行こうとすると、俺も行きたい、くいくいとシロが何べんも言います。おじいさんはシロを連れて出かけました。歩いているとまたシロが、俺の背中にクワをつけろ、クイクイと何べんも言います。おじいさんは仕方なくシロにクワを背負わせました。おじいさんが仕事を始めると、ここ掘れクイクイ、ここ掘れクイクイとまたシロが何べんも言うので、おじいさんはそこを掘ってみました。すると宝物がザクラザクラと出てきます。おじいさんは宝物を家に持って帰りました。おじいさん、この宝物どうしたんだい？シロがここ掘れ、ここ掘れというところを掘ったら出てきたんだよ。そこに隣のばあさんがやってきて、今の話は本当かね？と聞きました。ああ、本当だとも。宝が出たのはシロのおかげだよ。おや、なんとまあ。隣のばあさんは驚いてすぐに家に戻り、そのことをじいさんに話しました。それなら明日俺も犬を連れて山へ行こう。その犬を隣から借りてきてくれ。そうしよう、そうしよう。頼む、その犬をうちにちょこっと貸してくれ。いやいや、この犬はかわいくってかわいくって、どこにも貸しやしませんよ。まあ、そう言うな。隣のばあさんは無理やりシロを連れて行ってしまいました。次の日、隣のじいさんはシロにクワを背負わせ、山へ連れて行きました。山に着くと、隣のじいさんはシロが何にも言わないのに、あたりをじゃかぼか掘りました。ところが出てくるのは石ころばかり。この犬め、俺をバカにしたな。隣のじいさんは腹を立て、シロを殺してそこに埋め、枝を刺して帰りました。おじいさんとおばあさんはシロが死んだと知り、とても悲しみました。シロや、気の毒に、ああせめて山へ行って拝んでやろう。二人が山へ行くと、城が埋められたところに大きな木がありました。おじいさんとおばあさんはその木で臼をこしらえて餅をつきました。すると金やら銀やら宝物がざくらざくらと出てきます。そこに隣のばあさんがやってきて驚いて言いました。その臼をうちに貸しておくれ。いやいや、これは大事な城の形見じゃから誰にも貸すことなどできませんと断っても、無理やり持って行ってしまいました。ところが隣のじいさんとばあさんがその臼で餅をついても宝どころか石ころばかり出てきます。なんだこんなもの、燃やしてしまえ。隣のじいさんはその臼を割り焚き木にして燃やしてしまいました。おじいさんとおばあさんはそれを知ってとても悲しみました。灰でもいいからうちに持って帰ろう。そうしましょう。二人は隣の家に灰を拾いに行きました。おじいさんとおばあさんが家に戻ろうとすると、風がそよそよ吹いてきて灰が空に舞い上がりました。すると枯れ木にふわっときれいな花が咲きました。おじいさんとおばあさんはそれを見てとても喜びました。そこに殿様の行列がやってきました。おじいさんが灰をまくと、また枯れ木にきれいな花が咲きました。殿様はそれを見て大喜び、たくさんの褒美をくれました。すると隣のじいさんがやってきて、俺にもその灰よこせと言い、無理やり持っていきました。殿様の行列がやってくると、隣のじいさんは「枯れ木に花を咲かせるじじいでございます」と言いながら、バッサリバッサリとあたりに灰をまき散らしました。すると灰が殿様の目に入って大騒ぎ。隣のじいさんは大変なお叱りを受けてしまったということです。